恐怖体験を教えてください。恐怖体験は、なんか、一回、その幽体離脱的なことあって、なんか、熱、小学校ぐらいの時熱出てうなされてたら、その、なんか、夢の中で、天井の端っこの方から、家族とかが、こう、僕をこう、揺すってる、映像が見えて、あ、これ夢か、と思って、で、そしたら、家族とかのとこに、こう、救急隊員の人が来て、階段で運ばれ、僕が運んでる。で、僕はそれを見つつ、あ、夢か、とか思ってたんですけど、救急隊員の人が僕を運んでる階段とこら辺で、ふっと目が覚めたら、それが夢じゃなくて現実で、みたいな。ちょっとこうなんか、変なところから自分を見てて、それが現実だったみたいなことはありました。